今日はマスターの誕生日です、煉獄。で、どうするんだそうですね。せっかくだし、一緒にご飯を食べたり、遊んだりしようと思いますが、どうですいつもと変わらんだろ、それ。いや、そうだな。そうしてやってくれ。ハッピーバースデー、マスター。マスターの生まれた日は、私もとても嬉しい。 というわけでプレゼントを。すまない。忘れていた。だから寝る前に用意しておけと言っただろう。そうだった。ま、主のマスターがそんなこと気にするわけないか。なら、ケーキでも一緒に食べたらどうだいそうだな。そうしよう。ケーキは私が煉獄で切り分けるから。いやそれはやめて。